自分たち家族を、地震の崩壊から守ってくれてありがとう、家も再建できましたし、子どもたちも無事健康で育ってますんで、今までありがとうとお疲れ様でしたと、天国から、自分たちが、復興を前に進んでいることについてもう頑張れということで天国から見守ってくれればありがたいかなと思います。暴れたのは一緒に遊んで仲良く過ごせてるのかなみたいな、そんな感じの。震災から5年ということで、まず、益城町をこれまで支援していただいた全ての皆様方に心から、感謝を申し上げたいと思います。ただ4月11日に追悼式を行いましたが、やはり大切な家族を亡くしたご遺族の皆様方の悲しみ、これは言えることはないと思います。引き続きご遺族の皆様、そして被災者の皆さん方に寄り添ってまた取り組んでいきたいと思います。ただまだまだ益城町復興道半ばかなということで思っております。これから完全復興、これを成し遂げることが支援していただいた方への恩返しとなると思いますので、引き続きしっかり取り組んでまいりますので、ご支援のほどよろしくお願いします。5年経ちましたよね。けど今でもやっぱりその悲惨な現場事故ですかね、それがやっぱり毎晩やっぱり浮かんでから眠れます。またこの現場に来たらまた蘇ってしまってですね、今天中にお祈りさせていったことは、自分も一歩一歩ですね、頑張って生きていこうと誓って祈らせていただきました。